今日清楚な感じがする、気のせい。いや気のせいじゃないよ、気のせいじゃないよ。私なんか褒められたら、今のちょっと褒めたのかよく分からんけど、褒められたらとりあえずテンプレでこうする癖がある。でも最近ライブの時に髪の毛を結ぶことが結構多くて、完全おろしっていうのを当分してないけん、もうなかなかこれからの季節やる気が起きないというか、やる気にはなるけど、ちょっとやらなさそう。さすがにね、暑くて。全然違います、髪の毛を下ろしてるのと結んどるのじゃ本当に全然違う。そう、ほんまに張り付く。ねえ、3日後ティフ、めっちゃあっという間。明日からティフ自体は始まるんかいね。3日間あるよねティフって。楽しみ。髪型何しよっかな。楽しみ。そう、 STU はホットステージに出させていただくんですけれども、ずっとホットステージ中室内だったけど、久々に野外でね、久々の野外のホットステージ。もし間違えてるかもしれんけど、記憶の中だと外のホットステージって私たちは一番最初のサッシーさんも一緒に出た時以来じゃない？え、そうだよね、多分めっちゃ久々。それ以来ホットステージが野外ってなかった？何時頃出演？何時だったっけ？3時とかだった気がするんだけど、どうでしょう、そんぐらいだった気がするね。絶対暑いね。ね、耳かけ取ります。ピンが痛くなってきた。ホットステージ。三時ならギリギリいいかもね。いや、三時暑いよ絶対。明日広島35度予想。ガチ？わあ。明日はカラーズに向けて一日って感じですね。凝ってる頭皮が。わ、ほんまに15時だった。そう、珍しくタイムテーブル覚えてる。お、ありがとうございます。2時20分から2時50分。超暑い日やないかい。
今日の千穂ちゃんみちゅ感がする、何言ってるよ。え、あのインターンよろしいですかみたいな番組のどのメンバーでしょうみたいな写真ツイートされてて、で見て、これなんか私っぽいなと思ったんですよ写真拡大して目だけ写ってたんですけど、めっちゃ私っぽいと思って、でそのリプとかも見とっても地方の地方の地方のみたいな、もう私予想しとる人ばっかりだったけん、もう私もそれなと思ったんですけど、それかさやかりんかアンピーかかなと思って、まいちゃんと話してもそこらへんかねってなって、でその次おったマネージャーさんに話したらアンピーに似てるみたいななって、結局みちゅだった。言われてみればそう、みちゅって知ってみたらあみちゅだってなるけど、みちゅって知らん時に見たらマジでいろんな人しかに見えたやっぱ目しか見えとらんし、しかも涙袋もね、あのマスクでほとんど見えてなくって、あれは難問でしたね。最近は言われないけど、初期は結構みちゅに似てるって言われてて、初期の頃みちゅと地方の区別がつかなかったことある。そう、私とみちゅとトロちゃんが区別つかないその1と、あとさっきとひなこちゃんが髪の毛が2人とも分けてる前髪長いメンバーで、そこも区別つかないって言われてた、この二大巨頭が懐かしい。そう、多分とろみ中私の3人が似とるって言われとって、でも特に多分みちゅととろちゃんのなんかシルエットがめっちゃ似てるんですよね。後ろ姿とか髪の毛の感じとかなんか本当に似てる。顔よく見たね、全然違うんですけど3人とも。そう、背丈とかがね似てるのも理由やね。うん、広島顔ってあるよね。広島顔ってあるんかな。でもその3人みんな広島やけん広島顔あるんかなと思ったけど、それ以降入ってきてるメンバーで似てるって言われてないけんよくわからん。うん、西尾さん、お城タワーありがとうございます。お城西尾さん、お城タワーありがとうございます。ありがとう、何がタワーです。
勢いで投げてみました。勢いついてる。ありがとうございます。広島城。一番星の生まれ変わりは誰も彼も誰かにしていく。嘘でもそれは完全な。広島出身何人おるんだ今。何人ですか。聞くスタイル。でも一期は私みちゅありちゃんココア、一期はその4人かな。あ、今いるメンバーで。え、ガチ？こんな少ない？そうだね、減りましたね。もうラブすごい。ごめんなさい、今 20% って言われちゃった。充電器取ってきます。3分の2近く減ったのか。マジか。でもまあ7年経ってそりゃって感じですよね。時の流れを感じますね。ね、激早。早いもので。ローラのモノマネしてた頃が懐かしい。でも今でもなんか年に1回ぐらいしてる気がする。私最近もね、どっかでしましたよ。どこかな、多分まだ出てないか、もう出てるかな。え、しました最近。あの配信とかではね、もっとしてるかもだけど、お仕事場所で最近しましたよ。え、いつしたっけ。もしかしたらアイドルズ関係であったかな。
アイドルズのキャラクター紹介でやってました。見ました、みんな。その手が舞いますね、ほんま。考える人ポーズ。ダメダメ。お日様の引き立て役 B です。すべてがあの子のおかげだ。あげない知れない。配信中にカーナリンプ流してたよね。え、懐かしい。え、握手会の前に準備配信みたいな、リンパ流してた。次のシングルから握手会になるかな、わかんないけど、でも直接は増えそうですよね。楽しみ。そうね、オンライン派の人も話してると結構いるから、オンラインも残しつつ。ちょうちゃんの握力強い握手懐かしい。私握力強かった確かに握力強いってそういえば言われてたかも。そうね、握力ね。手を叩かれてた記憶はあるなんか語弊あるそうね、なんか私笑った時にこうあーって手を叩くのが癖なんですけど、それを手つないでたらこうなるので、ファンの方の手を叩いたかも今のプレゼントギフトのさ、タオルをこうやって回しとるギフトが出たじゃないですか。今ありがとうございます。あのね、最近なんか TikTok かなんかの切り抜きで川口春奈さんがお風呂の自分なりの入り方みたいな、こだわりみたいなのを紹介してるのがあって、それでお風呂髪の毛洗って最後出るって時に一回下に髪を全部持っていってこうやって頭を振り回してヘドバンみたいなして髪の、水滴とかをめっちゃ落として
出るっていうのを紹介してて、これめっちゃいいじゃんと思って、それ知って以来私毎日お風呂で出る前にこう頭こうやって振り回して、なんていうのこれ、ヘドバンはさこうだよね、こう回すやつを結構多分合計したら1分ぐらいやって出てます。でもこれ髪の毛こうやって回すの、あの首痛めそうって思うかもなんですけど全然痛めない。あのねこう下にバーって髪をやって、髪をこう一つにくくってこうやって回すの。だから頭をそんな回してるっていうよりかはこう首をこう動かして、あと手を動かして髪を回してる感覚。そう、それし始めて確かにちょっとドライヤーをするの短くなった気がする。うん、そうなのよ。おすすめ、髪長い人。うん、私さ髪伸びて結構本当にドライヤーがねめんどくさいんですよねでもちゃんとドライヤーせず寝た時の辛さを痛いほど痛感してるので、もう当分ドライヤーせず寝てないですね。いや最近寝たわ、神戸の日にお風呂入って、で湯船長時間使った後にシャワーで全部洗って出たんですよ。で布団でどうしても眠くって寝ちゃって、もう生まれたての状態で生まれたての状態でそのまま寝ちゃって、で2時間後ぐらいに起きて、で寒くて起きてドライヤーしましたね。ね、風邪ひきそうだよね。よく風邪ひかなかったね一言、うん、そう、なんかこの歌別に聞いとるわけでもないけど、なんか一回思い出したら離れん。ドライヤーせず寝たら朝どんな状態になる？え、結構ここまで髪の毛伸びとったらそこまで多分大丈夫だけど、なんか中途半端な長さの時とかだとめっちゃ爆発するし、めっちゃパヤパヤ毛パサパサしてる、めっちゃそうゴワゴワする、めっちゃね嫌です。そう、
髪のストレート感が増してる。今日はメイクさんにしていただいたので、もう超ストレートにしてくださいって言ったの。カラーズの時の髪型どうしようかな。ストレートにしようかな、カラーズの時。カラーズ2公演あるんですよ。最近知ってびっくりした。そう、赤色。広島会場は色が赤色なので楽しみ。赤色ね、全然着ないから新鮮です。そう、メールでも送ったんですけど、カラーズはシーンさんと、なんかシーンさんのお洋服を衣装で用意していただいて着るんですけど、衣装の資料が届いて、この人はこんな衣装、この人はこんな衣装みたいな写真が来たんやけど、マジで可愛くって、私のやつ、まあ、全部もちろんめっちゃ可愛いんですけど、私の特に自分好みというか、そう、めっちゃおしゃれです。楽しみ。今日はカラーズのレッスンもあったよ。今日は朝から踊りのテレビハロケ行きの食べの歩きの日に浴びのだったので、超ぐっすり寝れそう。突撃のって何なんだ。夏バテせんの？そこまで夏バテしてないかな。バカリズムのネタよ。あ、そうなん、バカリズムさんの、面白さ。それ風に言ってるんだと思った。え、知らんかった、才能あり、うん、はいはい、私はだてんじゃねえ、そろそろ終わろうかなと思います。ランキング読むぜよ。20位演歌家さん、19位さとけんさん、18位ちむちむさん、17位おじゃまるさん、16位むむさん、15位ジュノラゴさん、14位ユリアピースさん、13位つりけんさん、12位レオさん、11位あつよしさん、10位まぞすけさん、9位キャンシーさん、8位アッキンサラダエスキマンさん、7位イギータさん、ラッキーセブン、6位おいでます元気さん、5位電化会さん、4位グリオティーヌさん、3位ケイセキさん、スイスイ。
に、陽一さん、つーつー。そしてそして第1位はぴゃーひゅん、西尾さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです、イエイ、ありがとう。お城タワーもありがとうございました、ありがとう。じゃあ最後にスクショタイムをしたいと思います。アイドルだな。じゃあ、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。